言われるな。そう、私の家はそういうね。似てなくても言うの。何で言ったことない。そう思ったんで。その時聞いてる。そうやな、だってなんか画像ついてたりするやん、最近のやつってな、その画像の容量が大きいよね。で、なんかそのメールを迷惑メールとかなんか触ってたりするの、ツイッターなんかそこを解除したらするのに、またそこのアドレスを取ってやらなあかんかった。そこなんとか終わったけど、結局最終的には接続できませんでした。なんかスマホに切り替える女性に持ったのかっていうのは、ちょっと。ああ、いやいや、機種代。欲しいしなと思いながら、財布はな、人にもらうんだよ。もう春に買ったら、いいとか言うよな。車取りに行ってさ、行ってさ、でもまあ30分ぐらい説明聞いたらなんかまったりしてもらって、1時半には家帰るやろ、すぐそこやし、それにさ、10時前まで子供のこと気にならんってある？値段も見えてるの、見えてる。そう、元々がだから見えてるとか、もう見えすぎて嫌やったもん、なんか小学生